はい、本日はですね、ノースフェイスのアイテムで10年以上使えるアイテムとそうじゃないアイテムっていうのを事実をもとにお話していきたいなというふうに思います。で、まあ今回はですね、10年以上使えるっていうところになってるんですけど、まあ服自体がですね、一生使える服っていうのはなかなか厳しいというか、やっぱり形あるものいずれ壊れると思いますので、まあ今回は長く極力着れるってことは、まあ10年ぐらいかなっていうことで、まあ10年っていうラインをつけたんですが、まあ早速そこのお話をしていきたいなと思います。で、ただ一つルールとしてですね、使わない状態であれば、どんなアイテムでも結構持つかなと思うので、まあ、普通に使ってて、大人が普通に使ってて、大人が普通に洗濯して、大人が普通に保管してれば、まあ、どれぐらい持つんかっていうところのまあお話をしていきたいなと思いますので、全然洗濯せえへんねんって言ったらやっぱ劣化すると思いますし、例えば建築現場でバンバン使ってんねんって言ったらやっぱ傷とかも残ると思うので、普通に日常で使ったり、まあ登山で使ったりして、でなおかつ洗濯もちゃんとしてるっていう、まあ普通のラインの話をしていきたいなと思います。でですね、まあわからない部分とかはゴアテックスの社員さんに聞いたりとか、あとポーラテックの社員さんに聞いたりもしてるので、まあその辺の話とかもしながら、10年持つのか持たないのかっていうのをもう先に結果から言っていきたいなと思います。でまずですね、まあ持つっていうアイテムはですね、この僕が今着てるクライムライトは、10年間持つというアイテムになってまして、まあ理由とかは後で話していくんですが、まあ、これは持つだろうというふうになってます。で次はですね、マウンテンバーサーマイクロジャケット、これもまあ持つだろうということになってて、ただしこれに関してはちょっと条件があるので、まあ、これも後で話していくんですが、おそらく持つだろうと。で次はデナリジャケット、これも同様にちょっと条件があるので、この条件をクリアしてれば持つだろうというところになってます。次はですね、マウンテンジャケット、そしてマウンテンライトジャケット、これも10年以上持つだろうというふうに判断してます。そして最後はですね、結構皆さん気になるところかなと思うんですけど、バルトロとかマウンテンダウンジャケットっていうところはですね、まあ、これはですね、ちょっと三角っていう感じにしておきたいんですが、一応それで一旦終わらせておきたいなと思います。逆に10年以上持たないアイテムっていうのがですね、もうまず一つがですね、ハイベントを使用してるアイテム、なんかこれはまあ具体的な IT 商品を言うと、スクープジャケットとかドットショットジャケットとか、まあ、この辺に関してはもう10年以上持たないっていうのは、これノースフェイスの店員さんもおっしゃってますし、以前であればタグとかにも3年から5年で劣化しますって書いてるので、まあ、これに関しては間違いなく10年は持たへんということになってます。でまあそれ以外であれば、まあ他のポリウレタンを使ってる素材、まあ具体的に言うとアルパインライトパンツとかは、普通のズボンよりもウレタンの割合が多いので、まあ、いずれ伸びてくる、そしてストレッチ性がちょっとずつなくなってくるっていうことになってるので、まあ、これも10年以上ってなってくると、まあ、ちょっと買った時とはだいぶ劣化するやろうなっていうことで、まあ、これも罰かなというふうには思います。でまああとその他にはですね、三角の微妙なラインのやつって結構まああったりするので、まあ、それもまた具体的にはお話していくんですが、まずは一番最初に10年持つアイテムのところからお話していくんですが、まあ、僕は3着持ってるんですが、このクライムライトジャケット、これは10年持つということになってるんですが、これがなんで持つかっていうとですね、まあ、基本的にはノースフェイスの店員さんも10年以上持ってはる方もいらっしゃいますし、でそれ以外にもゴアテックスの方にちょっと問い合わせてみたんですが、ゴアテックスの社員さん自体もですね、今まで長く使ってるからゴアテックスが劣化していったっていうお話は一度も聞いたことがありませんというふうに言ってはるので、まあ、そういうところに関しては、まあ、基本的にはゴアテックスの製品を使ってるアイテムであれば、よく2層のアイテムとか 2.5 層とか3層とかって、まあ、層の何層をつなげてるかって言ったりするんですけど、2層やったら劣化するとか 2.5 やったら劣化するとかって言われがちなんですが、まあ、それはまあ関係なくて、2層であろうが3層であろうが、まあ、層が厚くなればやっぱり自然的にちょっと硬くなったり生地がちょっとゴワゴワするんですけど、2層とかやったら薄い感じになってて、まあ、動きやすいっていうその違いはあるんですが、別にどっちにしてもゴアテックスが時間とともに劣化するっていうことはないので、まあ、それに関してはゴアの社員さんもおっしゃってはったみたいに、まあ、劣化はないんかなというところになってますので、よく古着屋とかでもゴアテックスの製品って並んでたりすると思うんですけど、まあ、あれはなんで並んでるんかっていうと、やっぱそれだけ買った時の状態がずっと続くので、このクライムライトジャケットも同様に、まあ、10年以上は持つかなと思います。まあ、ただしですね、これから言う持つアイテムっていうのは全てきっちり保管して普通に洗濯してれば持つっていうことになってますので、洗濯に関しては僕動画出してるのでそれを見ていただければいいと思うんですが、保管に関しては風通しのいいところに、まあ、普通にかけとけば全然問題ないので、あえて畳んだ状態でリュックの中掘り込んだままずっと置きっぱなしにするとかっていう変なことせん限り、普通にハンガーにかけて風通しのいいところに置いてれば、それ以外の特に難しい保管方法というのはないので、まあ、それで大丈夫かなと思います。で次にですね、マウンテンバーサマイクロジャケットですね、こちらとあとデナリジャケットは同じ理由になってるんですけど、これも10年以上持つっていうことにはなってるんですが、ただしそれは2017年までのモデルであれば
持つんじゃないかなということになってて、逆に2018年以降はちょっとわからないっていう感じになってますので、まあ、そこが決定的な違いなんですけども、まあ、なんで2017年までは持つって言えるのかっていうとですね、記事にポーラテックという記事を使用してるんですが、まあ、それがアメリカの軍隊とかでも使われてる記事で、よく耐久性があるとか保温力が高いとかって言われるんですが、これも同様にポーラテックの社員さんに一応問い合わせて確認したところ、ポーラテックのフリースと一般のフリース何が違うんですか、具体的に何がどう違うんですかって聞いたりしたら、まあ、例えばシワができにくいからですかとか、あと毛足が長いんですかとか、いろいろ聞いてみたんですが、まあ、一般的なフリースとの違いっていうのは軽さになってますっていうのがポーラテック の, 社員さんから返ってきた返答っていうことになってて、まあ、軽さっていうのはどういうことかっていうと、この同じ厚さだ、このこれとかって結構分厚いんですけど、デナリは分厚くてこっちはちょっと薄めなんですけど、同じ薄さで作るとどうしても一般のものは重くなりがちやけど、このポーラテックのはその起毛する技術が特殊な技術を使ってて、この毛がふわふわにしてるんですけど、その技術が特殊なので軽量にできる、だから同じ分厚さやったらこっちの方が軽いっていうことになってるみたいで、よって、まあ、毛もふわふわやし軽いし耐久性もあるということになってるようです。だから違いとしては、その起毛する技術が普通のフリースとはちょっと違うっていうところが結構ポイントになってるみたいなんですけど、まあ、これは多分ポーラテックさん の, まあ独自の技術やと思うので、まあ、そこに関してはちょっとわからないんですけども、まあ、そこが違うから、まあ、耐久性にもおのずと変わってくるということになってるようで、ちなみにポーラテックの社員さんにちょっとこんなことをお聞きするのあれなんですけど、デメリットなんですかって聞いてみたら、デメリットですかって言われて、ほんなら、まあ唯一あるとしたら値段が高いところですかねって言われて、同じジャケットでも一般のフリースはやっぱりちょっと値段が安いっていうか、自分らで作ってるから安いんですけど、ポーラテックのってやっぱそれだけ生地のブランド力があるので、まあ、値段が高くなりがちっていうところが、まあ、ちょっとデメリットですかねって、まあ、笑いながらおっしゃってあったんで、まあ、確かに性能に関しては、まあ、負けないやろうなというふうには思います。まあ、なので、このマウンテンバーサーマイクロとデナリジャケットに関しては、2017年モデルまでのポーラテックを使用しているモデルであれば、まあ、10年以上は持つんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに品番とかも、何年モデルは何の品番ですとかっていうのは、別動画でお話してますので、まあ、それも動画説明欄に載せますので、まあ、気になる方は見てみてください。なので、まあ、2018年以降のモデルに関してはちょっとまあ分からないという感じで、ノースフェイスが独自に作ってるフリースの素材なので、まあそれが10年持つかどうかっていうのはちょっとどうかなっていう、分からへんっていうのがまあ結果っていう感じになってます。ちなみに肌触りとかは僕も実際触ったことあるんですけど、結構違う感じにはなってるかなと思います。でそして次がですね、こちらのマウンテンジャケットで、まあマウンテンライトジャケットは今手元にないんですけども、僕も一度使用はしてたんですが、まあこれも10年持つっていうことで、まあ理由としては先ほどのクライムライトと同様にゴアテックスの生地を使用してまして、まあ、ゴアテックス自体が半永久的な生地になっているので、まあ、買ってから生地の機能っていうのが一切低下することなく同じ機能のまま使えるということになってて、でこのジャケットはですね、よくスクープジャケットとかと比較されたりするんですけど、スクープジャケットに関してはハイベントっていう生地を使っているので、まあ、それは劣化する素材なので10年は持たないんですけど、こっちのゴアテックスの方は同じノースフェイスで同じような形でも10年間持つという感じになってます。で次がですね、皆さん気になってるかなと思いますマウンテンダウンとバルトロで、さっきマウンテンダウンのお話なんですが、まあ、こちらのマウンテンダウンも基本的にはやっぱ中にダウンが入ってるので、まあ、どうかなっていうところはあるんですが、先ほども言ったみたいにゴアテックスの生地を使用してるので、外身に関しては、まあ、一切劣化がないっていうのは、まあ、ゴア社の社員さんもおっしゃってた通りやと思うんですけど、まあ、問題点としては中身のダウンっていうことになってて、まあ、これがカットたまま10年間持つっていうのかどうかっていうところになってると思うんですけど、この中身のダウンに関しては僕洗濯動画でも言ってるんですが、結局穴が開いてダウンが抜けていくと、普通に使ってても抜けると思うんですけど、まあ、そういう風にダウンが抜けていっちゃうと買った時とダウンの量って変わると思うので、だから僕はまず買ったらダウンの羽を潰すっていう作業をしてて、でそれをすればダウンの量って変わらず抜けることが少ないのでずっと持つと思うんですけど、羽を潰さなかったらやっぱ穴が開いてきてどんどん量が減っていくので、まあ、そう考えるとしっかりケアしてダウンが抜けないような状態とか、ダウンの傘高を洗濯とかで戻しといてあげれば、まあ、理論上は10年は持つんじゃないかなっていうのがまあ僕は思ってます。まあ、ダウンは結構長持ちせえへんって思われがちな方多いと思うんですけど、布団も羽毛布団も同じようにダウンやと思うんですけど、あれって結構10年とか全然持つと思うので、まあ、その事実から考えれば、まあ、ダウン自体が別に5年で持たへんっていうわけではないと思うので、まあ、しっかりケアしていれば、まあ、10年は持つんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、これもマウンテンダウンも、まあ、このバルトロも同様なんで
ですけど、まあ、しっかりケアが重要になってきて、いかにダウンを抜けないようにするか、そして傘高を守るかってことになってると思うので、まあ、洗濯動画でも言ってたみたいに羽をしっかり折ってダウンの傘高を戻すために、まあ、よく洗っとくっていうのは大事になるんじゃないかなというふうに思いますので、それをしてれば、まあ、僕個人的には自分の扱い方さえしてれば10年は持つやろうなと思うんですけど、まあ、他の方の扱い方が10年持つかどうかはちょっとわからないんですけど、自分の保管方法とか自分の洗濯のやり方してれば10年は持つんじゃないかなと思ってます。でですね、次に逆に10年絶対持たないアイテムっていうのがですね、まあ、先ほども言ってみたいにドットショットジャケットとかスクープジャケットってことになってて、まあ、ドットショットジャケットはこのクライムライトジャケットに似てるんですが、生地がこのゴアテックスではなくてハイベントって言ってノースフェイスが独自で作ってる防水の生地になってるんですが、その独自で作ってる分値段もちょっと安いんですけども、まあ、劣化すること、3年とか5年で劣化することを考えれば2万円とかして3年5年しか持たないって考えると、まあ、どうなんかなとは思うんですけど、まあ、ハイベントっていう生地を使ってればやっぱ2層であろうが 2.5 層であろうがどっちにしてもまあ劣化はしていくっていうふうにまあ思いますので、ちょっと僕一個だけわからないのがハイベントの3層、要は表生地があってでハイベントがあって最後に生地でブロックして一番肌に当たるところの生地がパンってあって3層でサンドイッチしちゃえば劣化しないんかなってまあ僕は思ってるんですけど、ちょっとその辺はわからないんですが、スクープジャケットとかドットショットジャケットは2層とか 2.5 層とかそんなんなんで、どっちにしてもまあ劣化は 100% するんですけど、3層であればせえへんのちゃうかなってまあ僕個人的には思ってるんですが、ちょっとその辺はどうかは分かりません。で、3層のジャケットがあるのかどうかも知りません。で、次がアルパインライトパンツなんですが、まあ、このパンツに関しては5年着用してみてどうかって別動画で紹介はしてるんですけど、まあ、これに関してもですね、普通に考えればポリウレタンっていうその素材がですね、スニーカーとかが加水分解したりする素材になってるので、どう考えても劣化するっていうことになってて、どう劣化するんかっていうことは、まあ、パンツに関してはですね、このパンツって伸びがあると思うんですけど、この伸びがいずれ戻らなくなる。だから要は伸びるのは伸びるんですけど、伸びてから戻らないっていうことになってるので、伸びっぱなしになってくるので、買った時とシルエットが変わるっていうのは、まあ、間違いなく起こることかなというふうに思いますので、このアルパインライトパンツとか、まあ、それ以外の、ポリウレタンが入ってるパンツっていうのは、もうどうしてもそれは仕方ないので、買った時とスタイルは絶対に変わる。それはなんでかって言ったら、戻る力がなくなるので、どうしてもシルエットは変わる。で、まあ、ひどい場合で言えば、膝とかがポコンと伸びた状態になって戻らないっていう可能性もあるので、買った時と10年後は、やっぱ形は変わってるということになってると思います。で、最後にですね、三角っていうところなんですが、まあ、三角のものをちょっと、まあ、何個か紹介するんですが、まあ、例えばこういうジャージとか、あとまあこのパーカーとかもそうなんですが、要は何かっていうと、このポリエステルという素材、ポリウレタンではなくてポリエステルっていう素材が 100% 使われてるんですけど、こういうアイテムって結構 T シャツとかにもあったりするんですが、まあ、速乾性があってちょっとジムっぽい感じの生地感があるんですけど、まあ、特に劣化はしなくて、穴とかも虫が食べたり、ウールとかあると思うんですけど、虫が食べて穴が開くとかもないですし、まあ、それ以外にもともとこれ速乾性があるんですけど、速乾性が失われるってことも全くないんですが、まあ、三角にした理由としてはですね、結構汗とかを吸わない、乾くのも早いっていう特性があるので、汗を吸わないってことは要は汚れが溜まってくるので、表面上にだからどうしても、これは黒やからわからないんですけど、素人がやったらやっぱ色がちょっと首元汚れたとこだけ変わってきたりとか、あとポリエステル独特の匂いが洗濯の匂いであったり汗の匂いっていうのが付着してなかなか取れにくくなるので、まあ、そういうとこ考えると、買った時と10年後は見た目の形はそんなに変わらなくとしても汚れとか匂いとかっていうのは結構蓄積されるので、まあ、その辺に関しては人によっては見た目変わらんかったらいいやんっていう人は丸やと思うんですけど、見た目変わらんくても匂いついてたり汚れ溜まってんのやったら10年持ったって言わへんやんっていう人からしたら罰やと思うので、まあ、この辺に関してはちょっと三角でいいかなと思って三角にします。なのでジャージとかパーカー以外にもドーローライト、僕今これパンツ履いてるんですけど、ドーローライトパンツとか、あとそれ以外でも T シャツとか、結構ノースフェイスでポリエステル使ってるの多いんですが、そういうのは結構匂いがつきやすくて、まあ、その代わり速乾性もあるし、別に虫に食われたりはしないのでずっと持つっていうことがあるっていうのがまあ特徴かなと思います。はい、という感じになってますので、別にその劣化するのが悪いとか10年持つからいいとかっていうことじゃなくて、その自分のライフスタイルに合わせてどんどん買い替えたい人は、そのハイベントとかで
比較的安い値段で買い替えるのが正しいと思いますし、長く持ちたい人やったらゴアテックスの商品使ったりとかポーラテックの商品使う方がまあいいとは思うんですけど、まあ結果から言うとこれノースフェイスっていうよりかはどんなアウトドアのブランドにも当てはまるものやと思うので、例えばモンベルとかパタゴニアとかアークテリクスとかまあいろいろアウトドアブランドあると思うんですけど、まあそれ全部ゴアテックスを使用してれば10年とか長く持ちますし、で他にもポーラテックを使用してるフリースであればやっぱり長く使用できる、普通のフリースよりは長く使用できるっていうのはこれ間違いないことなんで、ノースフェイスが10年持つっていうよりかはそういうやっぱアウトドアの生地を使ってるのってすごいなっていうお話になってるかなと思います。で、まあ、今回はですねノースフェイスのお話やったんですけども、まあ、ノースフェイスは独自の防水生地っていうのがハイベントっていう生地があるんですが、それこそ、まあ、モンベルにはモンベルの別 の, あの独自で開発しているのがあったり、パタゴニアにはパタゴニアの独自で開発しているやつがあったりするので、まあ、それは各会社によって違うので一概に全部が劣化するかどうかは分からないんですが、このハイベントに関してはノースフェイスの店員さんも別に劣化するっておっしゃってるので、まあ、そこに関してはあのまあ事実なので、まあ、人によってそれがいいか悪いかちょっと分かりませんが、まあノースフェイスの場合であればっていう、まあ、今回はお話になってます。はい、ということですね、本日はですねノースフェイスのアイテムは10年以上持つのか持たないのかをお話してみたという動画になってます。以上ありがとうございました。